こんにちは、のぶです。3月13日の10時5分です。現在沖縄県北部に来ております。名護市のある羽地の駅という羽地の駅というところに来ています。羽地の駅は道の駅ではないんですが、ドライブインみたいな形になっている場所です。営業時間は朝9時から夜7時までですね。ということです。ちょっとそんなに広くはないんです。でも駐車場は奥の方は結構ありました。こちらは食堂パネジ、パネジじゃなくてパネジでも、食堂パネジさんです。食堂があったりパーラーがあったりですね。中は直売所があります。卵があったり野菜が売ってたりするみたいですね。ヤンバル卵、羽地の駅。卵ニューハーフ、何なんだろうニューハーフ、すいません、卵のメーカーでしょうか。1本、こちらの1本150円、すいません、ニューハーフは何なのかは分かりませんが、これでトイレがあって、こちらはパーラーです。浴槽天ぷら、そしてこちらパーラーチキン、ジャンボチキンあります。こんな感じですね。よいしょ。産直野菜、果物、お食事、お弁当、お土産、そして Wi-Fi もあります。こんな感じの羽地の駅でした。それではありがとうございました。